ここは。ゼーレさんも不思議に思いましたか？話によると、ここは超空市が破壊された後に、住人たちが自ら作った臨時住宅区域だそうです。この構造と形状から、地元の人たちはこう呼んでるんです。巣だよ。あなたは確か。こんにちは、ゼーレお姉ちゃん。それと、スーサのお姉ちゃんだよね。クーちゃん、どうしてここに？ちょっと待ってください、ゼーレさん。彼女はどうして私の名前を知ってるんですか？そういえばそうだね。つまり、クーちゃんがテスラ博士が言ってたガイドなの？うん、そうだよ。ゼーレお姉ちゃんと会うのも半年ぶりかな。今度は私がお姉ちゃんを助ける番だね。そうなんだ。ありがとね、クーちゃん。うん。ゼーレさん、この子は一体？あ、ごめんね、スーサナさん。紹介するのを忘れてた。え？つまり、成婚計画が始まった時に、好きで知り合ったんですか？地球以外の場所で出会うなんて、なんだかとても不思議ですね。でも、クーちゃんが案内役である以上、ここで何か特別なことを経験してるわけですよね。うん。昔は先生に引き取られた子供たちと、超空市で暮らしてたんだ。つまり、この臨時住宅区域で生活してたの。先生はここを巣と呼んでたから、私たちは巣の中で育った子供。クーちゃんは家計を支えるために、この辺りでクズ拾いをしてたんだって。だから、この一帯の建物や隠し通路とかに詳しいの。すごいよね。ゼーレお姉ちゃん、そんなにすごくはないよ。それに、ライルの話は信じすぎちゃダメ。でも、確かにここについて詳しいかな。だって、故郷だもん。よかった。この街って、東西南北どの方向も同じように見える上に、人気がなくて道を聞くにしてもとても不便でしたから、最初の頃は災難でしたよ。あれ？どうしたんですか？ゼーレさん。少し気になるところがあって。報告によると、無謀者は超空市で何度も襲撃事件を起こしてるんだよね。さっき来る時も町の周辺で封鎖線に遭遇したし。つまり、無謀者は派手に動く暴力組織のはず。でも、どうしてこの町はこんなに静かなんだろう。確かに、もともと住人自体が少ないけど、無謀者の活動の痕跡も未だに見当たらないし。そういえば、確かにおかしいですね。無謀者に数百人ものメンバーが存在するなら、どこかの村よりも人が多いはずです。実は、そうでもないの。ゼーレお姉ちゃん。ん？無謀者は強大な力を持ってるって言ったけど、普段は派手な行動を犯さないの。噂によれば、襲撃する時だけ現れて、ことが済めばすぐに撤収するんだって。だから今でも、彼らの正体を目撃した人はいないの。無謀者って呼ばれてる理由がわかりました。だから、何日も調査してるのに、全く収穫がなかったんですね。そうなんだ。となると、みんなもなおさら街を歩けなくなるよね。目に見える脅威よりも影に潜むボートの方が怖いもの。だっていつ現れるかわからないし。そうなると潜入捜査の際にもすでに連中とすれ違ってたかもしれません。でも手を出してこなかったということは、私の変装はうまくいってたんですね。でも、超空市の復旧作業はかなり遅れてるから、住人はもともと少ないの。大崩壊が終わったばかりの頃は、たくさんの人たちが集まってきたんだけどね。
故郷を再建したい人や稼ぎ目当ての商売人、さらには運試しに来た人もいたよ。でも時が経つにつれてここに残る人たちはだんだん減っていっちゃったんだ。え？他の場所の方がチャンスがありそうだからですか？うん、そうかもしれない。何しろ長空市は長い間廃れたままだから、何もかもゼロの状態から立て直すとなると相当な物資、労力、財力が必要でしょ。それに長空市で崩壊が発生したのはかなり前のことだから、みんなはもうボロボロな町に慣れてるの。大崩壊が起こってもこの町は注目されなかったし。でも前向きに考えればここで崩壊が発生することはもうないってことだよね。今の店名は手が回らない状態だけど、問題を意識していれば方法は見つかるはず。それにこういう時にみんなを導くことが私たちの役目なの。ゼーレさんの言う通りです。あ、私も頑張ります。ゼーレお姉ちゃん、スーサナお姉ちゃん、ありがとう。今でもここが自分たちの町だと思って残ってくれてる人たちがいる。だからいつかはまたみんなが住みたくなる町に生まれ変われるって私も信じてる。スーサナさん？ゼーレさん、この子、この子は、なんていい子なんでしょう！スーサナお姉ちゃん？このスーサナ、バルキリーとして、クーちゃんと一緒に無謀者たちを必ず一網打尽にしてみせます！でも、私、バルキリーじゃないよ。そんなことは全然関係ありません。さあ、今から無謀者たちが出現した場所を調査しましょう。奴らの不意をつくんです。あ、そういえば、確か、昨夜はこの辺りに現れたんだって。それじゃあ、よろしくお願いしますね、ガイドさん。あ、やっぱり、無謀者の気候があります。このままやっつけましょうか。待って、ここで戦ったら近くの臨時住宅に影響が出ちゃう。ゼーレお姉ちゃん、敵をここまで引き寄せよう。あいつらに対処するいい方法があるの。行こうよゼーレ、私たちの約束のために。確か昨夜無謀者が現れたのはここだよ。この場所、住宅区域だよね。住人が襲撃されたの？詳しいことは私にもわからない。ここで無謀者のメンバーを目撃したっていう噂しか聞いてないの。あ、それなら私も聞きました。間違いありません。長空市臨時交番は昨夜の23時54分に市民から通報を受けました。しかし現場に着いた頃には犯人はすでに逃げてしまってたそうです。通報した市民もこの辺りに住んでいます。なるほど。それならまずは住人たちから状況を聞いてみよう。